サイトのスーパーアリーナに立って、格闘家としても立ったら史上初というか、本当にすごい機会をいただいたので嬉しいです。格闘家としてアイドルとして二刀流で歴史に名を残していきたいなって思います。今日は格闘家として歩く埼玉スーパーアリーナの花道、紅白よりも先にたどり着いたライジンのリングです。本当にいろいろあったし、もうちょっとだけ、でも最後チャンスが来たんで、もう一回頑張ります。止めらちまいましたね。早くも河村の目には涙。いや、惜しくなかったからさ、キスや、全然キスや。いや、まだやりたかったんですけど殴られてても全然聞いてなかったし、悔しい。悔しい。やっぱ負けず嫌いなんで。でもリングに上がるなんてかっこよかったよ。ありがとう。またこの舞台に戻ってきたいと思います。だからちょっと、あ、やばいと思ったんですけど、まあ、ただ組んでからは、あ、勝てるなって組んだ瞬間は思って。写真撮ってもらおう。写真撮って。ここってリアル指定コンビですか、レスリング。レスリングは私が先輩だけど、MMA はこっちの先輩じゃないです。先輩じゃないから。教えてもらったのこないな。教えてないから。嘘これカットしてください。全然嘘だから。もっと昔は一緒に練習したりとか。練習でまだでも愛がこんなちっちゃくて、こんな眼鏡かけて。言わなくていいんじゃない。言わなくていいんじゃない。進化したいですね。もうちょっと打撃、また次も勝てるように。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。